どうも、りょうまでーす。今回もこちらのプレイする声を話し2をやっていこうと思います。今回はですね、暗い館のその奥でという話をやっていこうと思います。じゃあ早速シナリオを開始する。マスターは死にたくなったことってある？おー、なんか急に思いを話するね。ふふ、おかしなこと言わないでください。ありませんよ。楽しい日々を過ごしてますから、毎日がエブリデイって感じです。これたまに聞くよね、これ。これでもさ、毎日が、毎日ってことだよね。毎日が、毎日？この前倉庫の整理をしてたのよ。そしたら古い段ボールが出てきてね、昔の事件ファイルが出てきたわけよ。事件の概要と担当した刑事の手帳がまとめられててさ。ほうほう、ちょっと面白そうなつかみですね。暗い館のその奥で。岡部さん、俺倉庫の整理してたんですけど、なんかやり方ミスったかもです。仕入れの、これ、あら、ガキ？あら、カキ？これさ、ガの人とカの人いるよね。あら、ガキでいいか。あら、ガキが、気まつそうな笑顔で頭を下げる。こいつのやり方にも問題はあるのかもしれないが、たった一人にあの空間を片付けるという方にも問題がある。そんな散らかってんの？あら、ガキだって、倉庫整理が警察の仕事なのかと文句も言いたいだろう。それを我慢してやっているのだから俺だって強くは言えない。おいおい、余計な仕事増やすなよ。後で見に行ってやるから待ってろ。荒垣の顔はパーッと明るくなり、元気な声でありがとうございますって言うと地下の倉庫に向かってかけていった。なんかこの、パーッと明るくなる感じがなんかすごいいい人そうだね、この人ね。荒垣は決して新入りではない。体格はいいし、性格面にも問題はない。ただ少し頭の方が鈍いのだ。でもこういう人の方があれだよね。愛されるよね。まあ警察という仕事をする以上、ああいう体育会系の人材が多くなるのは必然だ。デスクの脇に置きっぱなしになったコーヒーに手を伸ばすと、表面に埃が浮いていた。お、なんだ、どこだここ。あ、岡部さん、今こんな感じなんですけど。申し訳なさそうに縮こまる荒垣。確かに物置内はひどいありさまだった。まあお前だけが悪いんじゃないって、みんな適当にぶち込むからこうなるんだ。ここは証拠品を置いとくような倉庫ではなく、文字通りの物置だ。俺の記憶が正しければ、最初は掃除用具をしまうってことで使われていたのだが、いつの間にか邪魔なものは何でも置いておける便利な空間になっていた。おい、マスク持ってきな。今日はサービス残業だ、だって。うわぁ、かわいそう。腕時計は17時13分を指している。もう帰りたいところだが、可愛い後輩のために時間を割くのも悪くない。1時間もあれば、見せられる程度には片付くだろう。こっからなんだろう？サービス残業で、ひたすらお掃除するのかな？ふう、岡部さん、マジでありがとうございました。俺、缶コーヒー買ってきますよ。やはりこの年になると、中腰での作業は腰に来る。買い物は元気な後輩に任せ、俺は少し休ませてもらおう。硬さを確認してから大きな段ボールに腰を下ろす。ぎしりと不穏な音を立てたものの、しっかりと俺の体重を支えてくれた。なんとなく棚の下の方にあった小さなノートに手を伸ばす。後輩が帰ってくるまでの暇つぶしだ。何が書いてるのだろうと、何の気なしにページをめくる。1978年、〇〇無理心中事件解決済みだって。結構前のお話だね。担当、島口、ハーレア。これは誰かの手帳だ。島田と書いてある。だが下の名前はインクが滲んで読むことができない。当時、島田という刑事が担当していた事件のメモだろうか。ちょうどいい暇つぶしが見つかった。コーヒーが届くまでの間読ませてもらうことにしよう。事件概要、一家心中、死亡者6名。元資産家の5人家族が違う別荘の地下でガス自殺を行った。6人の被害者のうち、1人は家政婦として働いていた若い女性。最年少の被害者は、たった3歳の子供だった。現場の状況から察するに、心中を企てたのは資産家夫婦だと思われる。夫婦の子供の長男の死因が、ガスを吸引したことによる窒息死ではないことから、心中以外に殺害されていた可能性が高い。地下室の奥で、3歳になる弟を抱きしめながら長女は息絶えていた。かわいそうに。
現場はまさにこの世の地獄。地下室の出口付近に夫婦と家政婦の三人が折り重なるように固まっていた。お互いの肉体に爪を食い込ませ、これなんて読むの？ゴーガーゴーを道釣りにしていたようだった。こんな悲惨な現場は見たことがない。事件自体は解決とされたものの、私はあの現場にもう一度足を運ぼうと思う。人間の狂気が染みついた地下に、まだ魂が閉じ込められているように思えるのだ。最初のページはこのように締めくくられていた。この文章を書いた柴田という刑事は、悲惨な心中が行われていた現場に足を運んだのだろう。これ以上読んでも決していい気分にはならない気がする。ページをめくる指の力が抜けてきた。でもさ、ここまで来たらちょっと気になっちゃうよね。読んでみるか。荒垣はまだまだ帰ってこないだろう。この物置から得るのもめんどくさい。ならばここで手帳を読むのが一番だ。ページをめくるとまるで自分が島田という人間になったような錯覚を覚えた。物語に引き込まれるという感覚とも違う。書いてある文章が自分の体験のように思えるのだ。意識がどんどん深く手帳に吸い込まれ、気がつくと俺の意識は当時の現場にいた。現実ではない夢の中だと理解しても、感じる空気は本物のように思えた。うわ、すごいね。完全にのめり込んでるね。10月丸日、日が沈まないうちに現場である山荘に向かった。人の気配のない外見を見たとき、誰にも告げずに来たことを少し後悔した。常に現場検証などを終わり、警察にいた形跡はほとんど残っていない。館の周りに張り巡らされた立ち入り禁止のテープ以外は、つい先日まで人の出入りが多かったため、正面玄関の鍵を開けたままになっている。数週間前まで人が住んでいたとは思えないほど、館の中は閑散としていて寒い。おそらく金のやりくりに困り、家財道具の一部を残して売り払ったのだろう。この館は漢字の口のように一周できる形になっているわ。すごい立派な館だね。私が目指しているのは地下室だ。地下室の入り口はキッチンにある。キッチンに入り口があるんだ。現場検証の際に何度も足を運んだため迷うことなくそこへ行ける。だが私はあえて館の中を歩くことにした。生前の家族のことを考えながら、日の当たる廊下は子供にとってはかけっこの舞台だったのだろう。尖ったものの肩にはぶつかって怪我をしないようにカバーをつけられている。ああ、ちゃんとあれだね。お子ちゃまのことはあれだね。怪我しないように考えられてるんだ。何気なく目を留めた大きな柱に子供たちの身長が掘り刻まれていた。なんかこういうの見ると余計に辛くなるね。至るところに見える幸せのかけら。それが今では見てられないほどに痛々しい。ギーギーと床をきしませ、キッチンへとたどり着く。キッチンの床についている取っ手を引き下げ、力を込めて持ち上げた。あ、そっか、地下だからあれか。床にあってこうなんか引き上げるタイプの入り口なんだ。音もなく床が上がり、暗い階段が顔を見せた。この小さな階段を家族5人と1人の家政婦は降りていった。しかもそのうちの一人は急に鍛えた状態で地下へ運ばれたのだ。あ、すでに鍛えた状態で。一体どんな気持ちだったのだろう。関係者はすでにこの世にいないため想像するしかない。現場検証で分かったのは、夫婦以外は地下から逃げようと這いずり回っていたことだ。そのことから察するにおそらく騙されたのだろう。防寒が入った。息子を刺したぞ。家族を地下室に退避させろ。家主が叫ぶと、共犯者の妻もヒステリックに叫ぶ。家政婦さん、あなたも隠れるのよ。小さな弟と、すでに鍛えた兄、姉妹のように思っていた家政婦と共に、この家の長女は地下室の扉を開けた。きっとこの地下に潜った時は、生きる希望に満ちていたはずだ。身近に迫った死を前に、家族と一緒に生きるという固い決意が生まれていた。しかしそれは家族の手で壊される。薄暗い地下室に最後に降りてきた両親はガスを焚き、その場にいた全員を殺したのだ。真っ暗な空間で真っ暗な気持ちのまま、この一家は命を落とした。両親以外は天国行ったのだと思いたいが、
絶までの数分間は地獄そのものだったであろう。もしもまだこのくらい地下室に魂が残っているのだとしたら、私はそれを解放したい。私は除霊師などではないか、何かできることがあるかもしれない。死者の魂を慰めるのだ。強く決意し、私は階段を降り始めた。地下に続く扉を開く。かけられていた軟禁錠の鍵は持っている。扉を開くと、壁臭さとともに薬品の匂い、そして血の匂いが立ち込めてきた。暗い地下室に降り、電気をつける。ここに送られている電気もそのうち止められるだろう。今のうちにここを見ておかなければ、きっと誰からも忘れられてしまう。上の館の真ん中、漢字の口の中心部分に位置するように地下室は広がっている。いくつかの部屋に区切られており、避難所のような形になっている。食料も数週間は持つ程度に備蓄されており、本来は災害の際なので避難するために作られた空間なのだろう。ちゃんとそういう準備してあったんだね。私は一家が近くに逃げ込んだ当時を想像しながら歩く。無我夢中で走りながら、きっと一番奥の部屋まで行ったに違いない。そしてお互いを抱きしめ合いながら、地下室の入り口をにらみつけていた。当時の光景に合わせるように、私も地下室の奥に座り込む。そして当時起きたことの続きを想像しようとすると、地下室の電気が消えた？これ消されたの？それとも電気のあれかな、供給が止まっちゃったのかな、どっちだろう。突然のことに心臓が痛くなるほど脈打った。音もなく訪れた闇は私の心までも暗くした。そして今まで感じなかった恐怖が襲ってくる。座ったまま動くことができない。まるで付き物が落ちたように頭が冷静になる。続いて後悔の念が湧き上がった。なぜ私は懐中電灯を持ってこなかったのか、なぜ誰にも連絡をしてこなかったのか、そもそもなぜ解決した事件のためにこんな場所へ来たのか。私の考えていた魂の解放とは何なのだろう。魂を慰めると何をするのだろう。恐怖は止めどなく湧き上がる。この無理心中の件に関わってからの記憶が曖昧だ。取り憑かれていた、なんかくだらないことを考えたくはないが、どうにも説明がつかない。いやでもさ、暗いまま動くのもなかなか危ないけどさ、出口へ走るのも危ない気がする。これ一回電気つくまで待った方がいいんじゃないかな。このまま動かない。動きたくても動けそうになかった。腰が抜けているのかもしれない。さらに目を縮こまらせよう、姿勢を直す。体勢をずらして座り直した瞬間、目の前に闇が動いて私の上にのしかかってきた？ヒュー、ヒュー、何の音これ？風？闇ではない。私の上にいるのは闇ではない。冷たい皮膚を持った人間、息苦しそうに空気を求めている。ズリ、ズリッと地面を這うような音がそこら中から聞こえてくる。ヒュー、ヒューという聞くに耐えない音を立てながら、いくつもの気配が闇の中を動いていた。え？受け入れるってどういうこと？払いのけて逃げる。なんか払いのけたらなんか怒ってなんかされそうだから一回受け入れるか。体に感じる重さから伝わるのは深い悲しみだった。これお顔だよね。なんかパッと見女性な気がする。家政婦さんかな。とても怯え、怖がっている。暗闇に目が慣れるとだんだんとあたりが見えてきた。私の上にいるのは長女だろうか、もしくは家政婦の子だ。女性だよね、やっぱりね。この子たちは被害者だ。親の勝手な都合で殺された被害者だ。私はこの子たちに呼ばれていたのだろうか。どんどん意識が遠くなる。そして気がついた。私が取り憑かれたように求めて魂の救済の意味。死者の欲求を満たすこと。この子たちが求めていたのは、共に行く道連れだ。そのことに今気づいた。死ぬ前に。びっくりした、びっくりした、ただのドアノブか。急に音だったからめっちゃびっくりしたよ。
おかめさん、観光機お待たせしました。乱暴に開けられたドアの音で意識が覚醒する。自分が自分であることを確かめるように顔や手を手のひらで確認した。どうしたんすか？めっちゃ顔色悪いですけど。それは顔色も悪くなろうけど、心の中でつぶやいて読んでいた手帳を探す。あれ？手帳、なくしたんですか？嫌ですよ。またこの倉庫、ひっくり返すの。違う。読んでたんだよ。倉庫の中で見つけた手帳をさ。俺が来るまでですか？でも岡部さん、俺が帰ってきた時には寝てましたよ。新垣の言葉に頭が混乱する。どこまでが夢で、どこからが現実なのだろう。確かに俺が見ていたのは夢だろう。だが、手帳を読んでいたのは事実のはずだ。が、その手帳すら今は消えてなくなっている。ちなみに何が書いてあったんですか？その手帳。新垣は人の気も知らないで買ってきたコーヒーをすすってる。島田っていう刑事の書いた手帳だよ。心中事件について書いてあったんだが、とてもリアルなんだ。俺の言葉を聞くと、新垣の顔からすっと表情が消えた。それ、マジで言ってます？これ新垣さん絶対なんか知ってるよね。ああ、本当だよ。さっきまで読んでたんだから。岡部さん、聞いたことないですか？この書の七不思議ってやつ。なんだよそれ、小学生じゃあるまいし。探そうとしても、新垣の真剣な顔は崩れない。昔この書に島田っていう刑事さんがいたんすよ。その島田さん、ある心中事件に関わってから様子がおかしくなって、最終的に失踪したんです。たった今俺が見た夢の中をピタリと言い当てられ、心臓をつかまれたような気がした。それでですね、この書内には島田さんの魂の乗り移った手帳が現れるって話があるんです。まさに今起こったことじゃん。で、それを読んだらどうなるんだよ。読んだ人間は死ぬってお決まりのパターンか？ちょっと違います。島田さんと同じように失踪するって話です。島田が、立って止まらなくなる。あ、鳥肌が立って止まらなくなる。島田が立って止まらなくなるってちょっと意味わかんないよね。そもそも、失踪した人間の手帳があること自体がおかしくないか？そう、おかしいんですよ。だから常識では考えられないようなことが起こるんです。そう言われると、新垣はコーヒーを一気飲みした。なんて岡部さん知ってるんでしょう、この話。俺はビビらせようとしたって無駄ですよ。バカだもん俺、幽霊とか理解できないもん。笑う新垣に合わせるより俺も無理やり笑おうとしたが、口元が不器用に歪んだだけだった。今見たものは全て夢だ。そう思えば納得がいく。初めから手帳なんてなかったんだ。俺は疲れて夢を見たんだ。疲れただけだ。なあ、新垣、飯をおごってやろうか？マジっすか？お好み焼き行きたいです。あ、いいな、お好み焼き。美味しいよね。今夜はどうも一人でいたくなかった。あんな夢を見たせいだろうか。とても暗く嫌な夢だった。だがなぜだろう。あの島田という刑事に心から同情してしまう。彼は真面目に仕事をしただけだ。それがなぜあんな最後を遂げなければならなかったのだ。彼を思うと心が痛む。彼の魂は救われたものだと信じたい。変のに魂の救済。岡部さん、それっていつの話ですか？つい先週くらいだよ。どうして？別にどうというわけではないんですけど、今度の日曜日、お祓いデートしましょうかなって。すごいデートだな。お祓いも、デートもお断りしたいところだが、マスターの表情でいつものようなにやけ顔は見られない。結構真面目に言ってんじゃん、じゃあ。ちょっとだけですから。何もしません！いや、もうこれ絶対何かするパターンのやつじゃないね、もうマスター。え、何？怖いんですけど。ちょっと寺で休憩するだけですから、ね。ああ、わかったわかった。勢いに押され約束をしてしまったが、果たして大丈夫なのだろうか。これ絶対ただじゃ済まないぞ。呼ばれてこの方、お祓いデートなのということは聞いたことがない。自分も初めて聞いたよ、今。いい子の岡部さんにはサービスしちゃいます。マスターのにやけ面を眺めながら、目の前に出された炭酸水を一気に飲み干した。はい、ということでね、暗闇、暗い館のその奥で終わりましたね。なんか、すごいびっくりしたりとか、なんかね、すごい怖いっていうシーンはなかったけど、なんかあれだよね、心がさ、
痛くなるお話だよね。なんか被害者の中にね、ちっちゃい子もね、いたしね。ということで、じゃあ今回はね、ここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。